今日は簡単なおやつを作ります。リンゴ2つと冷凍庫で眠っていたパイシートを使ってアップルパイを作ります。まずはリンゴの皮を剥きます。一本につながったまま剥けるかなーって考えながら剥いています。剥けた。最後切れちゃいました。残念。皮を剥いたらカットします。なんか結構傷んでました。一口大の大きさにします。切り終わりました。これを鍋に入れて火にかけます。時々リンゴが脱走します。リンゴにグラニュー糖をかけます。よく絡めて火にかけます。火にかけて少しすると水分が出てきました。バターを入れます。まだまだじっくり火にかけます。しんなりしてとろっとしてきたらレモン汁を加えます。私は最後にパン粉を加えます。このパン粉に水分を吸わせてパイ生地をパリッと保つようにしています。こんな感じで絡めたら出来上がりです。パイシートを型抜きします。これは今回私はこの並々の形に型抜きしましたが、そのまま使っても全然 OK です。パイシートは少し伸ばして、リンゴを乗せて、半分に折りたたみます。スプーンの持ち手のところで端を押さえてみました。こんな感じです。餃子みたいですね。これをどんどん繰り返して行います。二つ目も完成です。じゃーん。こんな感じで全て包み終わりました。鉄板に乗せていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。リンゴ二つで8つアップルパイができました。卵を塗ります。切り込みを入れるのを忘れてしまったので、適当に入れていきます。オーブンで焼きます。美味しくできますように。じゃん！まだこれは途中です。途中でオーブンから出して、グラニュー糖をかけます。もう一度オーブンへ行ってらっしゃい。さてさて、焼き上がりました。とってもサクサクで美味しそうです。焼き色もこんがりとつきました。危ない危ない。カットしてみます。このアップルパイとっても美味しかったです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。作ってほしいお料理のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。